流流じゃん。流流ですね。さあ相手真空なのに電陣を選んで完全にこれはあれですよね、電陣の方が有利ですよね、さすがに。多分そうなんじゃないんですか。あ、微妙らしいっす。微妙なんだ。さあ、うまい。侍が止まっているか。さあ、竜巻ぶっ込んで、これはさあ、全部ブロッキングして。あれやっぱり波動電陣の波動のガードのノックバックが、なぜ始まるというか、ノックバックが始まらない前に電陣当てないと、なんかブロッキング簡単になっちゃいますよね。あー、そういうことか。なんかね、すごい熱い勝負だよ、昇竜拳です。なんか完全にストリートファイター2ですね。完全に甘えた、なんかその重ならない打撃系全部昇竜拳なんですね。勝ってましたね。まいちょっと待って、投げる。あー、ブロッキング。あ、これ当たる。うまい。あ、うまっ。あー、さあれ、繋がるの結構難しいよね。そうなんですか、難しいですか。円柱パン。あ、じゃあ打ち切りですか、中盤真空は。あー、そうなんだ。うまっ。うまい。さあ、ここから。あー、スタンするー。でんでんでん。さあ、決めて投げる。おっと、ここで投げ返しが通って、こうなると真空つらいよね、電陣に対して。さあ、まあでもいいのが当たって。さあ、先方ナイトガンダムさん3盾で終了。